南縁、燕南縁と周辺諸国南縁は、午後16国時代に、戦費母用部の母用徳によって建てられた国。国号は燕、南縁の子祖母用徳は前縁の皇族で、370年11月に、前縁が前身の府県により滅ぼされた際、老いの皇帝、母用と共に、長安に連行され、前身の勇い将軍として仕えた。 383年の翡翠の戦いでも前進軍の将軍として参戦している。しかしこの戦いで、前進軍は、東進軍に大敗し、囲碁河北における前進の支配力が動揺した。母洋徳はこれに伴い、兄の母洋水に従って後園の建国に寄与し、その政権中枢で徴用された。396年4月に、母洋水が死去すると、兄の四男、 母用宝が即位し、借機大将軍、奇襲僕として後へ南部の政治と軍事を任されて、行に鎮した。ところが、母用水の死で弱体化した後つばめに対して、北魏が進行を開始し、首都の中山に迫る勢いを見せた。さらに後へ内部では、皇族の内紛が起こり、母葉将、母用宝の弟の母用林が反乱を起こすに至ったので、397年12月に、 母用だからは中山を放棄して、龍城に戦とした。しかし、これより2ヶ月前の10月には、中山で自立していた母用林も、北儀の圧力を受けて、中山を放棄して、行に逃れ、母用徳と合流した。なお、これにより五ツばは、中原の領土を完全に失った。398年1月、母用徳は、葛大に移って、縁王を称し、正式に、南縁を建国した。 ただし後園は存続していたため、その関係は非常に微妙であった。399年8月、母葉徳は広方に遷都し、400年1月に皇帝に即位した。しかし南園は国内では前進の残党不披の反乱、国外からは北魏と東進の圧力を受けて苦しんだ。また南園は領域が三島半島だけの小国で人口も少なく、そのため、 母用徳は戸籍を整備し、人材の登用を進める内政改革を行った。当時、東神では皇帝の権力が弱体化し、重臣の還元がう立てて皇帝から禅城を行うという事件が発生し、それに伴い、竜友が闘神を擁護して還元を廃止させるという内紛も起こったが、この内乱で、東神国内から南炎に亡命する住民が相次ぎ、 人口が増加したのは大変好都合となった。またこの内紛に乗じて、母葉徳は、闘神攻撃を計画したが、その直前に病に倒れた。母葉徳は405年を8月に死去した。母葉徳の死後、第二大皇帝として即位したのは、おいの母葉長であった。ところが、母葉長は、先代の重臣である、母葉を排除し、内政改革には失敗して、悪をいたため、 南縁からは人材が北魏や後審に流出した。また、後審に従属してその力を背景にして、東進攻撃という無謀な外政を行い、409年2月には宿用を落として、住民2500名を拉致するなど一時的に勢力を広げるも、3月には東進の社器将軍、劉友の反撃を受け、6月には高方が東進軍に包囲された。 母陽朝は後心に援軍を求めるも、五心は夏と交戦中で送ることが不可能であり、四百十年二月に、後方は陥落して、母陽朝は劉遊に捕獲され、南縁はわずか二代十二年で滅亡した。その後、母陽朝は健康に連行されて、劉遊により処刑された。南縁は、聖野路の地を支配するだけの小国で、人口も少なかった。また、 東進の内紛で流民を受け入れて増加したとはいえ、それでも人口200万人、兵力37万人の小国でしかなかった。南縁が東進に攻め滅ぼされて、三島半島が同国に占領された影響は大きく、東進と三冠及び和国との交通状況が改善されて和の豪による大規模な献身のきっかけになったとする見方もある。清掃根、武帝皇帝と称する。 北海大立て平大城。ABCDEFGHIJKL 岬。5十6国中国市場の民族大移動。P107 ハット AB 岬。5十6国中国市場の民族大移動。P105 ハット ABC 岬。5十6国中国市場の民族大移動。P106ABCDEFG 岬。5十6国中国市場の民族大移動。 P108ABC 岬、さ個午後16国中国市場の民族大移動、P109、ありがとうございます。